はい、どうも、おめやです。はい、どうも、みちです。はい、今日はこちらのデッキ紹介します。ボン !JP! はい、地下当たったんですけど。地下持ってんの？いや、見込みと、佐渡がいないんで、全然勝てないっす、まあ。とりあえずこれやっていきましょう。うめやゲームズ！はい、いきましょう。はい、で、タックっすね。タックだね。鳥 JP で来ましたね。ワールド勢のタックじゃないですか。ワールド8位って書いてありましたよ。俺ワールド1位なんで確かに、はい、トイ JP っすね。いやマジでサドとシード持ってないんだけどきちんだな本当に。さあ見込みのこの動きも強い。意味がわからないでしょこれ。なんでここに置いてさ200ダメージ俺が食らうんだよ見込みのアーツ出た時の雲かわいい。何がやばいって、これさ少年だったらガチきついっすよね。UFO なんかな。これ少年いたらだって9番置かれたらもう詰みっすよ。詰みっすね。いくけど。お呼びになりましたご主人様。お掃除させていただきますね。ノンノってリーダーこれ FB なんだ。いけたりだね。HP500 回復。500回復か。いやー、手をするぜ。カーン執行妨害だ。そっか。コーン執行妨害っつってんのか。そう、コーン執行妨害です。急に少年はやめていただきたい。てか、本当に俺もうダメージを与えるキャラがない。なるほど。もうやだ。12人に置いてきたんだろうですね。どれも本田が残りそうな気もしなくもないですが、それに残んねえだろ。お化けを本田にするんだったらまだ分かったんですけど、こっちにして本田は残すと。行きましたね。こっちから出せない。強いな。無理じゃんこれ。強いな。こ勝ちじゃね？勝ちありますか？その拳、俺が受けよう。この攻撃から守れ。200弾。あ違うか。ホンダロン200入ってるから。よいしょそっか、そもそも J9 の300本田にも入るから、そうが勝ちじゃね。ゴリゴリの勝ちやんこれ。イエーイこれがファイトリーグや。ワールドこのね有名なお二人バチコーン。ほらほらほら、お前これで終わりだと思うなよ。パレてないんじゃないですかこれ。うらーだーうわー、シドの見たかったな今。そんな見ろわリア充カップルがリア充カップルがいやーいいね。いやいいっすね。ホンダ残したらこうなるぞと。はい、いやホンダ残したらってか、もう一戦いきましょう。もう一戦いきましょう。はい、18遠いっすね相手。再びタック。タック多すぎてなえるわソロと当たってくれ。間違いない。言うてソロと当たっても、JP ミラーだったら佐渡と見込みの差で負けるんですけど。まあね、はい、確かに。それはありますね。おい、ラスト10秒だぞーぞーって言ってる。やべ。おおおおお。結構やべえやつ。タムケタ受け取れ。マスキン。久しぶりに見たね。でも相手はニャニャコルビ宿女のデッキってことですね。あ、そうなんじゃないですか多分このタイプ。これでいいんじゃないですか。いやこっちだ。あ、対象を増やしてから800発動させると。テクターに当たれば強いですね。そういうことでございます。ありがとうございます。お分かりですね。
あとなんか問題あるか。遠いだろ先手。いや18だから毒の方が有効はケアできるのかな。とはいえかな、こっちの方が鈴とかだったらちょっと処理にくいかな。てかあの基本的に5番上として、まあそうっすね、テクタニー、はい、よっ、いい具合にポイント4 よいしょ。まあまあまあ通常時って感じ、いいっすね何が通常時って言わ適当に読んでいった。さあこれも司はなるほど、もう火力に使ってくるって感じですね。ポンちゃんが生きるのかな。ホンダはなんか、まあでもそっか、ツールシーとかでも取れんだもんな、うん、違うので取ってきた気がする。うん、ツールシーニューロがしちゃうけどね。いてこれあの普通に考えて、はい、2500削りきれないのやばいんです。自分の意見しよう。まあなんとなく、はい、はい、粗大ゴミ。タックだと、うん、やっぱその後手番先手番しっかりと自分で決めた、自分たちで結局決められるから、まあそうなんだよね、はい、そこが強いよマジで。うん、まあ、ちょっとこれとまた別の動画で僕らなりのね、うん、この新型 JP を使ったタックもありますけども、タックでやってる時ほぼほぼ負けないもんね。負けないね、やっぱり、うん、そのやりたいことがやっぱり明確にきちんとできてしまうので、いやソロも先手番後手番でしっかりなんかしっかりこうやれればいいと思うんだけど、ね、だからこいつが先手番に入ってるのかなさ単純にこのアーツじゃないですか、キャラクターを持ってないんです。あのアーツと火力、火力だけかな。うん、なるほど。こっち屋に行け、こっち屋に行ってくれ。うじゃあうわモルタ、これはモルタの駆動ってやつですか。これはモルタは負ける気がせえへんやべえ、でもこれあれじゃね、行くしかねえ、行きます。僕はテクちゃんですか。ああなるほど、一緒になって。あ待って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 、テクタでリーサルじゃないこれ、違う、テクタ行きましょう。テクタ5でだよな、バーストってイスラネーか、本田さんかな、バスでしょ。うん、7、8、9 リーサルないよね、リーサルが足りないですね、足りないよね。9、800だから200足んないのかな。んテクター少ないです、それやんない。いやテクターでいいんだけど、これだってここバースト取ってもしょうもないでしょ、ぶっちゃけ。なるほど、しょうもなくないですか、足りないんだもん。俺は打っちゃってましたね。なんでもうしかなくない、別に。あれ足りた、いや足りないです、足りないよね、うん、300のやつは入ってるもんね。バスオってここで足りたのかな、7、8、9だから世界でね、足りないね。開演ですね、300あんのかな。トイレここの位置で300って何がある、2路バースト、いや300じゃない、チャンピオンありましたタック強い、あへーい、タック強い、タック強い。次行きましょう、 JP ミラー。相手がしかしリカバリーですね、リカバリーですね。
うん、とりあえず沖戸吹いてるのかな。確かに指導をあえて手前に引かせておくとかってのも、いや最近さ結局その佐渡とかさ、そっかエアリー佐渡とかでそういるからさ込みで簡単に取られちゃうのか。そうそう無駄なんだよ、ね、確かにね。それ考えたらもうマイナスでしかないもん、ね、うん、そしたら200当ててる方がいいと。はい、真のプロフェッショナルとは。目が痒いんです。だからそれは別に言わなくても大丈夫ですよ。 J9 もマジで強くなったな。 J9 やべえ。どうぞ。お？それはめちゃくちゃありがたいんだよ。それすごいありがたいんだけど、個人の位置に個人的にクソありがたいんだけど。建前に決まってんだよ。え、可愛いんだけどね、チカちゃん。めちゃくちゃね、チカちゃんはあれらしいですね、このなんかハンコで全員洗脳してくらしいですね。は？は？ハンコってチカちゃんが持ってるなんかこの魔道具みたいなやつがあるんですよ。ブラック刻印地下。はい、どういうこと全然わかんない。そのハンコで、ハンコ、ハンコだから、このチカちゃんのイラスト見ると、はい、なんかもう信者たちみんなバーってやってる、みんなここのおでこにハンコが押してあるってことですか。マークがついてる。そういうことなんです。そういうヴィランらしいです。にょるチカちゃんが、わ、次か。さあここでどういってくるか。佐渡欲しいな。佐渡いいね。持ってねえんだよな俺。佐渡は持ってんだよな。せこいな。いやマジね、佐渡とねあれ持ってないのきつすぎるんだよ。まあね、うん、煮込み相手のリサー取れないんだもん。煮込み欲しいわ俺も。だから結局俺の場合地下持ってないから、はい、あのネネメタルで、うん、で遊ぶのも面白そうかなと思ったんだけど、うん、そうすると結局見込みのやっぱりあの200追加とかってめっちゃネネメタル対象いいじゃん、うん、けど見込み持ってないから。なるほどね。ちょっとじゃあタックやろうと思って。どうすか、ね、綺麗に取れない侍ですね。綺麗に取れないでこそ何に取れないんだっけ。いや、ここ引くわ。はい、5番目作った方が強いと思うんで。うん、バイン。バーンにしとくかな。次地下引けそうなんで。うん、これで。そっか、地下はそういうね、そこも見ないといけないのか。テクター5にしてもうあったんだけど、俺もテクター5、9もありだったんだけど、うん、でもここに置いとけばっていう、この佐渡のあれに相手にもいい感じに人が育っちまった。また逆に打ったら強かったみたいなのがあるからね。あ、このね、そう、コクーン指導戦って引けねえんだよな。指導地下のこの組み合わせ、うん、多分俺マジでねJP 下手くそなんだろうな。 JP に愛されていないですね。一気にひっくり返されてるもんね。そうだね。強っ。強いな。人間は弱い、呆れるほど脆い。だから守るのだ。守るヒューストン、せえな。相手はこれミスターリカバリーだから、うん、まあ、あのプロテクターはもう晴らせるだけ晴らして、うん、あれで取ります。コスティで、うん、コスティ取るしかない、まあ、僕はあの相手の盤面を返すことに専念します。はい、さあ、か、うん、あの地下の後ろの手もよかった、面白かったと思うですね。取れないんで、それも面白い。地下いいな。地下はネネメタルに憧れてるらしいですよ。俺は地下に憧れてる。オッケー。これで盤面残し勝負は勝ったな。ですね。ただうまくこっち使えてないんでね、あれを。うん。あの効果をね、しっかり。まあ。さっきから先手後手のあの組み合わせが悪すぎて。なるほど。
これで無理やり指導を背負ってくると。バンツーバンツー、こいつも強いやん、強い、500ダメージ。まだまだ続くよ、続きたくねー、続きはウェブで。うん、よいしょ。さあプロテクターは無になって、こっからっすね。無効ですわ。ここヒューストン行くか、ヒューストン行くか、ヒューストンっすか、ヒューストンの方がいいな。テクターやり盤面強くしてこ、なるほど、はい、相手ひっくり返んねんで、高評価効果で、うん、相手効果で高評価ひっくり返んねんで、あー FB でね、はい、うんうん、しかもこいつエアリーをここに攻撃向いてないから、はいはいはい、この体力高くしておくことが、なるほどね、近道、このコスティはだいぶ処理にくいと。マジきちいなこれ、耐えるしかないな、相手も 1-3 とか置くしかないと思うんだけどね。そうね、このただ長期戦になってくると相手は、マジそれ3番じゃないの、プロテクターあるからな、でも守りヒューストン死なないぞ、ですね、おお勝っちゃうよ、ね、立てて、これやっぱり初のね300という攻撃力強えわ。ここはオフェンスかディフェンスかどう判断するか、おっと時間がないぞ、なるほど。これ取れんのか、コスティも取れんのか、取れてる、いや俺の地下も、うん、バリバリ刺さるポジションに、確かに耐えてたらまだバースト残してますね、はい、さあこれさらに地下、今盤面に地下が3体、おらよいしょ、これで、うん、もうここからは、はい、俺はあの守りに回るしかないんですよ、うんうんうん、でここで1000にして1700、これでいいっす、はい、指導を引けば勝ちなんで、うん、だったらここは盤面をあの取られないように、はい、このたこのポジション、うん、指導が、そうですね、指導のアーツの攻撃はないと、はい、まあ、でも相手はリカバリーなんであれですけど、ここ3、この差1200だけど、1、3、きた、俺これおいしょ、2000リーサルだから、2000リーサルナイス、2000だな、2000、さすがですね、きちんと次の手札を読んで、そして相手に、はい、置かれない位置と、何が来る、やべえのだぜ、やべえのだと、ねえよな、これの1400はないはずですね、1200なんですね、OK、うん、素晴らしい勝利、これはモルタです、さすがです、守るマジいいキャラしてるわ、だから守るのだつって一回攻撃してから守ってますからね、はい、地下めっちゃ引いてないさっきから、え、地下愛されてんだ俺は、うわ食らえ、これが俺の最強のリサルや、 JP に愛されてない、 JP には愛されてない、でも地下には愛されてる、なるほどね、はい、分かった、俺地下フリーダンスだと思ってた、これが最強の動き、はい、2000リサル、これが2000のリサルです、おかしいだろ、あれしてほしいですね、リタイアしないでほしいですね、うるっいいんだろう、ブーン1100これドーン、効果発動前に終わってんのやばい、はい、というわけでね、いや非常に強力なデッキなんで、うん、まあでもやっぱ佐渡見込みがいなくてもやっぱこれだけ火力がね、うん、まあそうですね、出てあの終盤ひっくり返ること、うん、ひっくり返すことができると、うん、はい、ぜひ皆さんもね使ってみていかがでしょうか、参考にしてみてください、はい、まあ、JP 変わったな、強すぎ、時代が来てるわ、これはやばすぎ
うん、ポイズン自陣に処理ができる。確かに。いやトイは強いよ、相変わらず。ああ、まあそうね。トイは簡単に処理できるから。HP 全然無視して処理ができるから。めちゃくちゃ強い。トイに JP の2強じゃないですか。うん、なるほど、キープロの、うん。あとあれか、リュウジ。ああ、そうですね。にもらったね。レシピあるんで、はい、まあ、見込みとその佐渡が、はい、きちんと入ってる、まあ、完成形という。完成形のレシピがあるんで、はい。そちらも概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。また次回でお会いしましょう。バイバイ。